たんですけれども、まあ、ちょっと本当にね、あの合気道らしい動きってやつですかね、あのそこからですね、どうやって具体的に技っていうのをかけていって、上にね、どういうふうにあの効果が出るのか、結局、思うんですけども、あの効果が出てるかどうか、相手に伝わってるかどうかっていうのがないと、どんなに自分の形がね、良くても、頭でっかちになっても、それは技じゃないっていうか、その体の動きがちゃんとできてないっていうことで、で分かりやすいのはやっぱり、相手がちゃんとね、崩れてくれる。で、相手も、あ、これは違うな、あのこれは本当に効いてるなと。で、教え合うことで、あのやっとそのね、あの人間の体がその相手としての効率のいい動きをしているか、分かる。では、ちょっとやりますね。ちょっと整理してください。はい。でですね、この正座なんですけども、ちょっとあのカメラに向かってお尻を向けるんです。何で？逆です。そうですね。はい。これね。ですね、足の指、これ今ちょっと大きいでかかってるな、はい、足の指がね、あの乗っかってる感じね、これやるとですね、あの実は膝が、健康に、ね、なるという、壊れにくいんですね、膝が、まあ膝痛がだん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 大人になるとね、おじいさんになるとなるんですけれども、僕もちょっと膝が痛いんですけれども、こういう座り方をする人は、まあ、女性もいや子供にも、まあ、大体こういう座り方するんですけども、膝壊れないです。もう山崎さん、素晴らしいです。で、じゃあ、相手上げというのがありますけれども、まあ、この状態で手首を持たせますと。で、これでですね、まあ、よく上げると、これな、まあ、なんか意味があるんですかってよく言われるんですけども、いろんなパターンあります。まずですね、力で上げましょうっていうと、こうやってこうやっちゃうと、こうやって上がらないし、上げたところで手を離してください。簡単に離してしまえる、うん。要は力でやって、ガッといったら手が離せてしまう。こうなってしまうと、実は相手のバランスが生きているわけです。つまり、足が生きているから、いつでも手が離せるわけですね。で、このバランスを取れないように自分のバランスにしていくわけですね。それでないと崩れないわけです。で、これで、実は喘ぎ上げっていうのはですね、何通りもありまして、どれか一つできても、まあなんか、ああ、できた気がしちゃうんですけども、こうしてあげても、まあ、10通りぐらいはあるかな、まあ、持たせますよね。この手っていうのはさっき、何度も言ってますけれども、回転方向があります。で、肘の回転がこっちに向くようにさえしてしまえば、こっちから入んないんですね。手首の力を抜いているので、相手の手首の力を抜くと、こういうふうにグッと簡単に上がります。で、この時に、相手の、この骨、頭骨と自分の頭骨を作るこの角度、これが力を抜ける角度っていうのは必ずあるんですね。相対的に存在する角度が。で、この立体的に見なきゃわからないので、どの角度、方向から見ての角度がもうそれ人それぞれ、この手の長さ、相手の柔らかさ、体重、この肩の高さで全部違います。でもなんか一緒に力が抜けてくるところがあって、そこに入ってくるんですだから手が離そうと思って離せないんですよね、はい、この楽に入っていくだけで、これ簡単で、次に、やることはですね、人間の手っていうのはこの骨とこの骨と2本あります。これ動物の全てがそうなんですけども、頭骨、尺骨っていうのがあって、この2つの骨の働きがやっぱ違うわけなんですね。で、肘をこういう回転で上げていきさえすれば、人間ってのはバランス取れなくなります。さっきのこれで力が抜ける方向ですかね。で、どうすればいいかというと、こいつのこの頭骨を下に下げる、で、尺骨を上に上げる。一緒に上げちゃうと、全然、ただついてくるだけです。倒れはします。ね。で、これを、一つ違う動きをさせていくわけです。こっちは下げる、こっちは上げる。でも、上げるんではなく、下げるだけだと相対的に上がる。で、今ここだから、こっちの足を効かせてしまうと止まっちゃう。で、こっちの足を止めようと思えば、こっちの足を浮かせると、ここで簡単に倒れる。
で、そう、逃げてるのを横に倒そうとしても膝でバランスを取るわけですね。カウンターバランスをちゃんと取ってます、うん、で押せば押すだけ必ずバランス取ります。力でちょっと我慢して、力で我慢します。でもこれをこう押そうとしたら胸はこっちに向かっていくということは、人間はこっちに我慢していくわけだから、肩をこっちに入れてこうで我慢する。これ平行になってしまうと押せ押せになるわけですよ。こうなるとね、力がいつまでたっても中心もずれてるし、中心から遠いということは、重心ベクトル量が上がっちゃうわけです。で相手の中心にこう合わせていくわけですよ。グッと合わせるわけです。そしたらこっちにこう回していくと簡単に力が抜けてしまう。押すのではなくて体を回してバランスを合わせていくんです。だからちゃんとついていくんですよ。もう中心軸が合ってくるから。だから本当にこう腕を押さえて、まあここで上げ以外の腕を押さえでもこうグッと来ててもですね、これを、押して倒すんではなく、相手が勝手に倒れ出すんですね。力を抜くと今は全然倒れない。押して押してバランス力を抜くと倒れるんで、そこについていくだけでこっちに今こっち目で倒れたのが本当は正解なんですね。でもそれだと技にならないからこっちに逆に返してるだけで、でこの後ぐーっとこう起きて力をこうね抜いていくと、この背骨が力を抜くので、ぐーっとこう痛いですけど、痛いです、これでも、あと残んないです、これ、はい、逆関節で入れないです。で、まあ、ちょっとじゃあ、合気合を試してくださいと、まずこう、肩の力を抜きます、はい、背筋伸ばします、はい、で背骨をですね、人間ならやっぱり一番強い背骨です、バランスを背骨を楽にして、背骨の関節一個一個をですね伸ばす、縮めてうっという力を出そうとしても、これ実は大したことない。ここは筋肉、そしてずーっと伸ばしていく、一個一個伸ばして、そうそうそう、背筋を伸ばしたらこれ伸びちゃう、これ、でこの状態で手を肘の力を肩の力を抜く、肘を落とす、で手首を締める、で拳を締める、拳をこういう柔らかい動きね、指を柔らかく、ここ小指から中、薬指、中指、人差し指、順番にこういうこういう動きね、ちょっとセクシーな動きね、そうするとそうやっていい、そうこれで力抜いてくる、で力引いて力抜いて、そうこれで楽に今力の抜ける方向に入ってくるわけ、それだけ。そうすると力、肘を力を抜いて肩を反目張って、力を抜いて力を抜いて力を抜いて落としていく、意識としては落としていく、そうで入ってくるわけ。これがいいタイミングで入れるようになったらどんな人でも多分、今こっち合わせてるから、でも筋力が力が肩しか抜けない、そう、胸張って、そう、ぐわっと入ってます、そう、これだけ、はい、これがまあ初歩的なものですね、はい、で、まあ、まあ現実的にはその、もっと重たい人が強引に乗ってくるとか、はい、こう乗っていただける人の時とかありますね、はい、まあまあ実際乗ってみて、こう手をこの状態で乗っけて、ぐわっと乗っけて、ああ、上がんない、上がんないと思って、もうこれで合わせるわけですね、はい、今度は足を動かすんです。足ね。どの技でもそうなんだけど、手が動かない、でも足は動くでしょう、肩は動くでしょう、どっか動くんですよね。どっか動かしてもっと力をと思わせる。上がるものかって、下がるものかって、うわぁっと。体を動かして、要は回転とか、ねじりとかを全部集中させて、相手を力のない方にひっくり返す。瞬殺でした。ね、あんだけ反応するということがこう来ているんですね、じゃあね。どうやってもできるんですけど、最初はこの角度をつけて、はい、この角度をつけて、ここ力を抜いて、指の力を抜いて、
指って筋肉ないので、この筋肉使ってます。この筋肉が指の筋肉です。でこれをこう巻く、スーッとここで操作して、スーッとこう、そうかける、あ、肩、肘を曲げない。肘を曲げると、この出筋が使われるので。あー、どうですか、やっぱり肘、なる。そうそうそう、向くタイプ。そうそう、もうそれだけでもこれでいいわけです。で、もっぺんそこで来たら、うん、抜くわけ。あとぶつかったら抜く、そう。それだけ。そうみたい。ぶつかったら抜くだけ、そう。という感じでやっていくと、肩がこう、肘がこういうふうに上がりさえすれば、あとはもう操作次第、ということになります。はい。で、まあ、これをこういうふうにやっていって、押すにしても、これ今バランス取れてるわけです。手でやるのね。手でやるのやし、手のこの状態を止めておいて、体のこっちを力を抜いていくことです。おぉですよね。足が要は踏ん張れないようにすればいいわけで、自分を踏ん張っちゃダメなんですよ、こっちの手を上げたかったり、こっちの足上げてるんですよ。普通はこっちを踏ん張って押すんだけど、こっちの足上げちゃうんですよ。力が回らないんで。